こんばんは、満月のドミョンです。今朝の朝立ちチェック、それから持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題、やってきてくださったでしょうか。健やかな勃起は健やかな体づくりから、朝立ちは健康のバロメーターですので、ぜひ毎日チェックしてみてください。今日はチントレについて話をします。毎週ね、このチャンネルでは勃起力に良いチントレ方法とかストレッチとか紹介してるって思うんですよね。毎日やってくださいねって言って、3つの課題の1つ目でも運動してくださいって、運動をコツコツ毎日やりましょうって言ってるんですけども、でも分かっちゃいるけど、今日は疲れたし明日からやるとかあるじゃないですか。3日やったけど続かないとか、その気持ちよく分かるんですよ。なので今日はですね、まあここを聞かれるとここにいいよとかっていうことはそれぞれの動画で話はしているんですけれども、体を動かすことって勃起力にとっていいんですね。なのでぜひ体を動かしてほしいので、今日はそのモチベーションを上げるために改めて筋トレとか運動がどういうふうに皆さんの勃起力にいいのかっていうことを話していきたいと思いますので、つい3日坊主になっちゃうとか、明日やろうって思っちゃうとか、今日は疲れちゃったからって後回しにしがちな方はぜひ最後まで聞いてください。で、後半はですよ、運動することによって勃起力以外にどこにいいのかっていうプラスアルファの面も話していきたいと思います。なんで筋肉って勃起力に関係あるんですかっていうことなんですけども、そもそも運動自体が勃起力にいいよって、効果的であるよっていうふうに考えられているんですね。平均以上に運動する人たちとそうじゃない人たちで比べた時に勃起力で明らかな違いがあったっていう研究結果もあるぐらいなんですよ。で、あとはね、その平均以上に頑張んなくても運動不足を解消するレベルの運動でも大きな効果が期待されるって言われてるんですよ。じゃあやんなきゃって思うけど、いやでもちょっとまだ弱いですよね。で、なんで運動がいいかっていうと、勃起ってどういう風にしますか？体の仕組みとして何がどうなって勃起につながりますか？これ久しぶりの質問ですよ。はい、血液が海綿体にぐん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 行くことによって勃起しますよね。っていうことは血の流れめちゃくちゃ大事ですよね。だから普段から血流を良くしましょう。そのためには運動が大事ですよって言ってますね。筋肉がこうって収縮を繰り返すことでたくさんの血液をペニスにどんどん運んでくれるんですけれども、特に下半身の筋肉量が増えることによって勃起時にペニスを十分な血液で満たすことができるようになるんですね。こうぐん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 送ってくれる。そのことによって硬さとか維持力っていう勃起力向上につながっていくから、特に下半身の運動が大事になってきます。今日の運動が俺のポンプを強くするんだって思うとちょっと頑張れません？俺のポンプを強くすることによってペニスに血をどんどん送ってくれるんだ、そのために今日頑張るって思うとだいぶ違いますよね。じゃあそこでモチベーションになってくれる3つの話をしていきますよ。まずね、筋トレと ED のもうデータが出てるんですよ。関係性の下半身の筋トレは ED の改善に有効性を示すっていうデータも出てます。さっきも言いましたけども、特にいいと言われているのが下半身の筋肉を鍛えることと有酸素運動なんですね。下半身の筋肉はいろんな動画でも説明してるんですけども、骨盤底筋が大事になってきます。骨盤底筋を鍛えることによって勃起力につながっていく、さっき言ったポンプですね。あとは有酸素運動を行うことによって汗をかいたりとか、汗と一緒に老廃物が出たりとかして、そういう効果も期待できるし ED 治療に有効というふうにされてるんですね。あとダイエットにもなって、お腹が引っ込んだりとかメタボが解消されることによって ED 改善にもつながるので、いいことづくめなんですね。海外の研究によると ED 治療に最も効果が期待できるのがジョギングとか水泳なんかの中程度、ちょっと難しいっていう有酸素運動ですよっていうふうに発表してます。なので筋トレをして有酸素運動をするっていうセットをすることによって ED 改善、勃起力に期待ができるっていうことなんですね。そういうデータもちゃんと出てます。じゃあ次、そこにプラスしてほしいのがプロテインなんですね。筋トレのお供といえばプロテインみたいなイメージあると思うんですけれども、精子、精液
何からできてるかというと、はい、タンパク質ですね。で、プロテインの元もタンパク質なんですよ。なので日頃からタンパク質の摂取量を増やせば染液の量も増えるのではっていうふうに言われてるんだそうです。あとね、日頃からコンビニとか外食が多い方はカロリーとか脂質、油は多い割にタンパク質は足りない、こんな感じの方も結構いらっしゃると思うので、プロテインでタンパク質を補うというのがおすすめです。本当はもっとね、自炊をするとかできればいいんですけれども、それができない場合、そして運動のお供に摂取していくといいと思います。ただし、モチベーションを上げて運動頑張っていくぞっていう時のための注意点2つあります。 ED 治療目的で運動を行う場合です。まず1つ目が、長時間のサイクリングをしてはいけない。長時間すると椅子ありますよね、ここにペニスってどうしてもぶつかって圧迫するんですね。それで良くないよっていうふうに言われております。だからサイクリングをするよりも歩く、走る、水泳なんかがおすすめです。で、もう一つが、長期間の継続が必要です。どういうことか、三日坊主はダメだよっていうことなんですよ。まあそりゃそうですね、すぐには結果が出ない。なぜかというと、筋肉って1日では育たないじゃないですか。コツコツ長くやることによって筋肉も育って結果が出てくるので、長期間続けましょう。そして根本から改善していきましょうということなんですね。だからいつも3つの課題もコツコツやっていきましょうって言っているのはそういうことなんですよ。ということで、皆さんモチベーション上がっていただけたでしょうか。継続こそ力なりということで、続けることで根本から改善がしていきます。そしてコツ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 続けていくことで、俺のポンプが強くなる、今日の運動が明日のポンプを作る、ペニスに血を流すという一心で頑張っていただけるといいんじゃないかと思います。それでもモチベーション上がんないよっていう方にプラスアルファでお伝えしたいことがあります。それは、筋肉を鍛えて見た目がシュッとしてきて筋肉かっこよくなってくると、異性からの視線が変わってきます。これ毎回言ってくるけど本当です。男の人も、可愛い人とそうでもない人いたらどっち見ますかって言ったら、可愛い人に目線が行きますよね。というふうに、女子もやはりかっこいい人の方が好きなんですよ。それはその人と付き合うとかそういう話ではなく、こう見た時ですよ。動物のオスも見た目が派手なかっこいい人に群がってきますよね。それと同じです。かっこいい人が好きです。やはり好みはいろいろあります。でも自分のかっこいい人とそうでもない人がいたらこっちを見ますよね。異性からの視線が絶対変わります。そして例えば友達とか同僚とかだと経過がわかるじゃないですか。で、頑張ってる人とか前向きな人ってやはりかっこよく感じるんですよ。そしてそうやって筋肉を育てるとかっていう風に費やせる方というのは、やはりお仕事もバリバリできる方だと思うんですね。趣味もバリバリできる。そうなってくるととても魅力的に映る。そうなってくるとどうなってくるか、だんだんこうモテるようになってきますよね。あの人かっこいいよねって言って、ご飯でもどうですかみたいなモテるようになってきて、そうすると付き合うということが起きてきますよね。付き合ってくるとセックスをするということになってきますよね。で、それがどうなってまたモテるっていう風な、このいい循環、良いスパイラルに入っていくんですよ。さっきも言ったけど、継続は力なりなので、今日筋トレしたからって明日からすぐ変わるわけではありません。最低3ヶ月コツコツ頑張ることが大事です。だけども、頑張ることによって自分の自信にもなり、自分のペニスも元気になり、そして異性からの目線も変わる。最高じゃないですか。これをモチベーションに頑張っていきましょう。私も頑張ります。ということで、最後に持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題について話します。1つ目が運動、これ今言った通りですね。で、2つ目が生活習慣の見直し、食生活、ストレス、睡眠。運動だけ頑張ってもそっちでもマイナスに引っ張っていっちゃうともったいないので、ここら辺も見直していきましょう。3つ目がリラックスです。心のリラックス、体のリラックス、両方大事です。男性は特に緊張していたりとかストレスがあったりすると勃起力にも影響すぐ出たりするので気をつけてください。その時に満月のふんどしパンツとか玄米ホットアイマスクなんかを使ってリラックスタイムを作ってくれると
といいんじゃないかなと思います。ぜひ試してみてください。最後にですね、毎週金曜日お昼12時半からライブ配信今やってるんですね。ぜひそちらに遊びに来てください。あとツイスター、インスタ始めて、そちらでは私のプライベート感のある写真とかを出してるので、ぜひそちらもフォローしてください。では次の動画でまたお会いしましょう。満月堂のみょんでした。バイバイ。